辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。お客さんに見てもらおうと思ったら、商品をいっぱい出すよりも1個に絞った方がいいって辻先生おっしゃってますけども、なぜでしょうか？そうだね、はい、絞り込みがすごく大事ですよと。焦点を絞り込みましょうと。それはその商品だけじゃなくてお客さんも絞り込みましょうねと。例えばブランドを立ち上げるだとか、マーケティングを仕掛けるにしろ、その何かしらやるビジネスをするんだったら、もう必ず絞り込みましょうねと。もう一つに絞り込んだ方が絶対いいんですよ。お客さんの頭の中に入り込むためには、もう一点突破しかないっていう話があるわけですから、その一点突破するのに、そのね、やっぱ一点突破なんですよもうあらゆる商品で一斉攻撃っていうのはダメなんですよね。あれもこれもその拡張してしまうと何でも屋になってしまうわけですよ。何でも屋になった瞬間、お客さんから選ばれないですからね。例えば千里さんどうですか、ベッドを買うぞってなったら、ベッドを見に行くぞってなったらどこに行くのよ。家具屋さんに行くと思うわけね。例えばニトリであったりだとか、この辺で言ったら金信っていうちょっと、ね、いい家具屋さんがあるわけですよ。そこの家具屋さんに行くわけですね、僕も。例えば子供のベッドを見に行くぞとか、その机を見るぞってなったら、やっぱりね、そういう家具屋さんに行くわけですよ。例えば冷蔵庫だとか洗濯機を見に行くなら、はい、どこに行きますか？山田電機行くよね。電気屋さんに行くわけですよ。家電屋さんに行くわけですよ。例えばここだったら上信とかエディオンとか、ケーズ電機とかがあるわけですけど、やっぱ家電屋さんに行くわけね。その家電屋に行くわけでしょ。じゃあ洋服を見に行くときはっていうと、やっぱり洋服屋さんに行くわけじゃない。ユニクロだとか、今だったらそのインターネットがあるから、その洋服を見るってなったら、例えばゾゾタウンを見るだとか、アマゾンだとか楽天とかあるとは思うんですけど、そういう見に行くってなったときに、やっぱり専門店にパッと頭が浮かぶわけね。でじゃあ専門店に足運ぼうっていう風になるわけですよね。そういう風にお客さんの頭の中に、その自分のこのメッセージを植え付けたいとかってなったら、自分のそのビジネスをお客さんに知らしめたいってなったら、お客さんも絞り込まなきゃダメだし、商品も絞り込まなきゃダメなのよ。なぜかっていうと、お客さんにそのメッセージを一つだけでいいから、一つ植え付けさせるのも大変なんだけど、その一つのメッセージを植え付けさせたいからね。丸々といえばペケペケみたいな感じにしたはいいわけよ。だからさっきの、じゃあベッドとか家具をね、見に行こうかってなったら、じゃあとりあえずニトリ行ってみるとか、とりあえずここで金信っていう家具屋さんがあるんで、とりあえず金信見に行くとか、ソファーを買い替えたいんだったらみたいな風になるわけですよ。じゃあ家具屋行こっか、ソファーを買い替えるのに、ヤマダ電機も今売ってますけど、ヤマダ電機行くかっていう話ね、行かないんですよね。やっぱり家具屋さん持ち屋持ち屋みたいな感じでそっちに行くわけですよ。美味しいお肉食べたいねってなったら、やっぱりね、精肉店に行くわけですよお肉、高いお肉食べたいなって、いいお肉ね、買いたいなってなったらそっちに行くわけね。ステーキ食べたいなってなったらステーキ屋さんへ足運ぶみたいな感じなわけですよ。だから専門店として、専門職として一点突破するしかないですよってことね。で、実際に成功した企業っていうのはみんな一点突破しています。はい、一点突破ですよ。 TikTok とか YouTube とか Instagram とかで、なんかね、成功者の日常を見せびらかすやつがいてるんですけど、あれ僕はね、要注意だと思う要注意で、成功者の真似をして自分が成功したいんだったら、成功者が成功する前に何をやっていたのかっていうのを見なきゃダメなわけで、そこにヒントがあるわけですよ。成功者が飲んでいるドンペリとかビトンの服っていうのは、成功の要因ではないからねそんなことを真似しても意味がないし、そんなやってる人っていうのは、ぶっちゃけ僕は詐欺師だと思っているので、そんな人の話を聞く必要は全くないよ。何をやっていたのかっていう話なわけですよ。大抵一点突破しているわけね。だってさ、お客さんの頭の中って忙しいね。めちゃくちゃ忙しい。毎日いろんなことを考えるわけ。例えば子供が帰ってきたら、あ、おやつの準備だとか、ね、晩ご飯の支度とか、いろいろこうあるわけですよね。主婦の方になってくると、忙しいわけですよね。それが幼稚園児になってきたらね、トイレとか言ってパタパタパタ行ったりするわけですよね。忙しいわけですよ洗濯物取り入れなきゃとかってなるわけね。忙しいわけですよね。その時にあなたの会社のこと、あなたの商品のことがちらつくかって、絶対ちらつかないですからね。完全に忘れていますよと。
うん、何でも屋になった瞬間あなたは絶対出てこないです。一点突破しているベッドを見に行くならニトリだとか謹慎だってそこに負けてしまうわけですよ、うん、ベッドを見に行くなら無印だっていうふうに僕はならないんですよね、うん、僕はならない。まあ無印良品に行った時にベッドとか見るかもしれないけどもそこでその購買の対象になるかっていうといややっぱり専門店のニトリだとか謹慎見てから考えようみたいなふうになるわけですよね。うん、特にあのニトリと謹慎は僕はよく行くんですけどそうなるわけですよね。うん、まあ、あの冷蔵庫だとか洗濯機買うぞってなったら、はい、もうやっぱりヤマダ電機だとかエディオンになるわけですよで冷蔵庫どこで買うのみたいな話になりますからね。洗濯機とかねどこで買うんですかみたいな。無印良品行って別に無印を適してるわけじゃないんですけど、ね、あのその辺のスーパー行って買うかっていうと買わないんですよね、うん、やっぱそれぐらい専門店専門性が高いっていうのをお客さんの頭に植え付けさせることができるってことなのよ。でブランドっていうのはそのお客さんの頭の中に一つの言葉を植え付けさせることに注力をしているわけですね。うん、例えばなんか高級バッグっていう風になったら人によって違うでしょうけど例えばルイ・ヴィトンだとかエルメスだとか、まあ、例えばグッチだプラだとかいっていろいろあるんですけどなるべくその言葉を植え付けさせたいわけですよ。高級ナイロンのなんかそのブランドはって言われたらプラだみたいな出てくるみたいな感じのようにそういう風にこうお客さんの頭の中に一つのメッセージを植え付けさせたいわけね。でその一つのメッセージを植え付けさせるのも大変なのにみたいなじゃあ一点突破しかないわけですよ、うん、でしかもお客さんも絞り込まなきゃダメなわけね、うん、例えば小学生から70歳のおばあちゃんにまで全員に売るってめちゃくちゃ難しいわけですよ、うん、例えば水がありますよでもいいんですけど水をじゃあ小学生の子供が喉乾いたからって水を飲むかっていうと多分あんま選択肢にならないと思うわけね。コーラがいいだとかなんかジュースがいいっていう風になるわけですよね。そこに水っていう選択肢は入ってこないわけですね。じゃあ僕はどうかっていうと喉が渇いたらジュースじゃないんですよね。水がいいってなるんですよもしかしたら70歳のおばあちゃんはお茶がいいっていうかもしれないです、はい、でスポーツした後だったら、はい、アクエリがいいとかポカリがいいとかってなるかもしれないですよね。スポーツの後だったらその水分補給にはい、ポカリとかアクエリアスが頭にパッて出てくるわけですよね。そういう風にさせなきゃいけないわけですよ。だから僕らも一流のブランドがやっていることをやっぱその真似した方がいいわけですよね、うん、一流ブランドが頭のお客さんの頭の中に一つのメッセージを植え付けさせるのに大変だって言ってるのに我々中小企業がお客さんに植え付けるメッセージは2つも3つもできるのかってできないわけですからね。その大企業と比べて資金力も小さいわけですからじゃあ広告宣伝費もそんなにかけれないわけですからね、うん、限られた予算の中で限られた範囲の中でお客さんにあるメッセージを植え付けさせるためにはどうしたらいいのかっていうともう絞り込むしかないんですよ。焦点を絞り込みましょう。一点突破ですよと丸々といえばペケペケだっていうそのペケペケの中にうちを選んでもらうっていうのにそのすごい大事になりますからね。なんか困ったことがあったら辻さんに相談しようみたいなこんな風になりたいわけなりたいんだったら何をしなきゃいけないのかっていうことになってくるわけですよね。うん、新規のお客さんに対してやるやり方とユーザーに対してやるやり方ではやっぱり異なってきますからね。その辺を考えてやっていきましょうねと。一点突破しかないですよ。特に新規開拓は一点突破なんですよみんなそれでやっていくのにあなただけが一点突破じゃなくて成功できるんだっていうとそれはもうお門次第かなと。やっぱり一点突破しかないので最初に成功した要因は一体何ですかって。一点突破ですよと。お客さんの頭の中にあるメッセージを植え付けさせたいなら一点突破ですよ。だってユニクロも昔はねフリースで一点突破していましたからね。いろんな T シャツいろんな服があるのにフリースで一点突破していましたからね。だからぜひぜひそういうふうに成功する前にあの大企業は何をやっていたのかっていうのを、まあ、調べてみてねやっていきましょうねと。まあ一点突破しかないんでだからこんだけ強く言ってるんですけど一点突破しましょうねと、うん、でお客さんにそのあるメッセージを植え付けさせるためにはどんなね、あの広告媒体がいいのかとかどんなメッセージ性がいいのかとかお客さんに選んでもらうためにはどうしたらいいのかっていうのを考えましょうね。その考える第一歩っていうのがマーケティングになりますからね、うん、営業 の, ビジあの、ね、セールストークだけでぶちかますんだではやっぱこれから先なかなか難しい時代になっていきますからマーケティングを駆使した営業法をこれからやっていきましょうね。そしたら、はい、僕が言っている焦点を絞り込みましょうっていう意味がきっと分かりますからね。ぜひぜひその絞り込みっていうのをやってみてくださいねと言いたいですね。辻先生今日もありがとうございました。ありがとうございます。